人生は探検だ、ミノチャンネルのミノワです。今日は初めてやることなんですけど、題してニュースミノ切りということで、ちょっと私が最近気になっているネットニュースが多いんですけども、それについてですね、皆さんにちょっとお話をしていきたいと思います。最近ですね、ネットニュースで見てちょっとショックを受けたことがあって、でこれについていろいろ話をいろんな人にね、どう知ってるって聞いてみると、結構知らないんですよ、みんな。だから私のこの YouTube でもお話をして見てる皆さんに、そうなんだって、もちろん知ってる方もいると思いますけど、そうなんだって分かってもらえる人がちょっとでも増えたらいいなと思うことを話そうと思ってます。ってことで早速質問をしたいと思います。大学を卒業した方のお給料、まあ初任給って言い方しますけど、日本の初任給っていくらぐらい、いくらだ、年収で言うと、まあ月、まあ今でも月20万ぐらいじゃないですか。今21万5千円ぐらいなのかな、多分かける12と、あとボーナスが1回ぐらいかな、出るのっていうと300万出るのかな、下手したら出ないね、 初年度は。ということで、じゃあアメリカの新卒の年収初年度はいくらぐらいかなっていうのがネットニュースで出てたんですね。はい、はい、さあいくらぐらいだと思いますか。390。なんで90かって言ったら、そうね、いや400いったらなんかおーって なりすぎるかなと思って、はい、なるほどね、はい、まあじゃあ一応回答先言ってしまうと600万円。あ、いいね、いい。そんなもらえるんですか。600万もらえるんだよ。就職アメリカでした方がいいね。行きたいですね。で、まあそれに付随してこういう話もあって、あの100円ショップのダイソーって知ってるでしょ、うん、100円ショップのダイソーってもちろん日本で1個買うと100円だよね。でも全世界に中国だとか韓国、台湾とかアジア、アメリカにもダイソーってすごいいっぱいあるんだって、うん、もう何千店舗もあるらしいんだけど、どの国でも1個も100円で売ってないんだって。へーって知らなかったでしょ。知らないです。でアメリカではやっぱり3倍ぐらいの値段で売ってるし、韓国でもなんか韓国はいくらって決まってなくて、書き方は280円から480円ぐらいみたいな、そういうわけわかんないけど、商品によってなんか結構違うみたいで、でも日本で100円で売ってるそのまんまのものだよがその値段で売ってるんだって。そうで、唯一一番近い金額なのが台湾だったかな、がなんか160円ぐらいかな、それでも 1.5 倍以上値段なんていう話があって、今それ初任給ダイソー、あと、マックのビッグマック、ビッグマック指数っていうのがあって、ビッグマックっていくらか知ってる今日本で。単品だと360円ぐらい、うん、単品だと多分70円か80円か、はい、300円台だったよね、はい、後半だったよね。アメリカでいくらだと思う。500円うん、もう600円超えてるんだ。だから、まあ、そうなるとビッグマックセットだけど、そうですよね。初任給600万あってもビッグマック600円超えてたら同じじゃんみたいな感覚だよね。そうですね。でそれまたもう一つそのネットニュースで出てたのが、カリフォルニア州で年収1400万円以下は貧困層なんだって。すごいでしょ、ね、これ見てる方にね、もう調べたら出てますんでね、それをみんなに広めたいだけなんですけど、日本で一番稼いでる市とか区はどこだと思う。平均年収が高い人が住んでる市とか区、成城、はい、それ区じゃん、区でも市でも、ね、それ区でも市でもない駅だし品川区、品川区、ブブー、品川区。お金持ちいっぱい住んでそうじゃないですか、品川区。まああの、あ、高輪とかね、近いからね、はい、港区。港区です、はい、そうです。港区に住んでる方が、そこに働きに来てる人じゃないよ、はい、港区に住んでる方が一番年収が高いんだって。
で、それが平均年収が1200万円なんだって。あ、高いよね。高い。でもカリフォルニアに持っていくと、はい、年収1400万円以下はみんな貧困層に入るので、日本で一番稼いでる方が住んでる港区の住民は全員が貧困層みたいな。そんなニュースがもうバン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 こう繋がってたのね。ちょっとこれ驚きでしょ。驚きですね。っていうのをね、やっぱり遡って考えると20年以上前から日本の初任給って変わんないのよ。20万円ぐらいのイメージしかずっとないわけで、皆さんエコノミストを含め言うように物価って全然上がんないわけ。日本って全然上がってない。物を安く買える。で、海外から行って帰ってくると日本本当に安いな、美味しいなと思うわけで、ディズニーランドの入園料も世界で一番安いんだって。東京ディズニーランド、カリフォルニアは1万6000円だけど日本は8000円ぐらい。なんか500円だか1000円上げるたんびに日本人たちがニュースになって、たっけーとか言うじゃん。いや、俺言ってる側でしたね。言ってる側でしょ、はい、いやいや、世界で一番安いんだよ。タイの国の人たちが、それも中間層の人たちが、ディズニーランドって香港とか上海とか他にもあるにもかかわらず、なんで日本に来るか、うん、それはディズニーランドのクオリティが素晴らしい、なおかつご飯も安い、ホテルも安い、食べるもの安い、電化製品安い、もの安いなの。タイの中間層だよ、はい、タイの中間層がもう日本は安いって言ってみんな観光の人たちがいっぱい今まで来てたわけ。あ、そういえばさ、知ってる？香港だっけ、ディズニーランドに行った時に、 俺が行ったんじゃなくて友達が行ってたんだけど、みんなさんびっくりしてさ、って何があったのって言って、ミッキーが喋るんだよって笑えるじゃん。日本のクオリティ高いよね、うん、ミッキーって絶対喋んないでしょ。でも素晴らしいんだよね、夢壊さないんだよね。なんで喋ったと思う、香港のミッキー。確かなんか、お前のなんとかだよって。そうそういうのじゃなくて、地声で、お前よみたいな。じゃあ普通にね、あっつぇーって言ってるんだって。きついだよね。それでね、ちゃんと高い入園料払ってさ、ミッキーが座るんだって。あー疲れたってさ。そんなディズニーランド行きたくないじゃん。だから日本っていうのは素晴らしい国で、クオリティが高いし、本当にサービスも行き届いてるし、物も安いし、ご飯も世界中で本当に一番ね、美味しいなって思う反面、すごく心配してるところっていうのは、これだけ貨幣の価値が世界中から取り残されちゃってる。本当に物買うのに世界行ったらものすごく高いわけ。え、取り残されて何が悪いのって分かんないから、じゃあ一例を言うと、日本で一番就職できる大学ってどこだか分かる？慶応。慶応、はい。早稲田。え、東大よりも、なんか東大聞きやすい。まあまあ、実を言うと東工大っていうところが一番が国立が一番引っ張りたのなわけ。理系だから。インドで、そのこれもネットニュースだったんだけど、インドの東工大みたいなとこがあるんだって。一番もう理系、数学得意じゃん、インド。そこが就職の活動で解禁されるのが12月1日だって言ってた。12月1日、3年生の12月1日なのかな、そうなると。で、12月1日に全員の就職先決まっちゃうんだって。もう、うわ、解禁と同時に。その時の平均の 初任給、年収はいくらだと思う？インドの東工大の。それは世界中から求めに来ちゃうから。日本、あ、インドだけで引っ張りだこなんじゃないよ、世界中から。だって今マイクロソフトの社長とかインド人とかもそういうの知ってるでしょ。そうすると年収が平均でいくらぐらいだと思う？800万。800万。大台乗っていいですか？大台乗っちゃう。1000万。答えは6000万。いやそこに日本企業は貨幣価値が違うんで、もう入っていけないんだって。ああ、もう貨幣価値で分かるでしょ。貨幣価値の弱いのは大変なんだよ、グローバルで見たら大変なんだよ。日本人が日本のものを買ってね、牛丼食べて安いなとか、
100円ショップ行って100円安いなって、これは OK なんだけど、実はグローバル的な地球で見るともう今は日本の円が弱くなり貨幣価値が弱くなってるっていうのは大変なことなんだよって、ちょっと分かりました。分かりました。今アフリカがすごいブームじゃないし、こう伸びてるじゃない、ニュースでこれも出てるじゃない。アフリカが今伸びてるのはファミレスが伸びてるんだって書いてあった。今ファミレスができてショッピングモールができてるから、そこに自動車で行くために車が売れてるんだって。だからトヨタとか売れてるからいいんだよね、まだ。だそうやってグローバル企業になればまだ本当に OK なんだけど、日本で商売をしている方がじゃあ世界を視野に向けた時に厳しいだろうし、日本でずっと仕事してて今後10年後20年後30年後にこのまま生活していくってなると日本はもっと取り残されちゃう気がしてて、 GDP って国民総生産って社会で習ったでしょ、今日本は何位？36位まあ国民総生産っていうのは一応日本国はいくら稼いでるか、円で稼いでるわけじゃなくて別にユーロでもドルでも稼げるんだよね。ついこの間までは2位だったわけ、アメリカの次で GDP は2位だった。ただ今回は中国に抜かされて、5年ぐらい前じゃない、抜かされたの、まだ中国に抜かされたってニュースが出て今第3位なの。それでも3位なの？3位なのって思うじゃん。でもその見方が正しいのかって言うとそうでもなくて、一人当たり国民総生産の方を見なきゃいけない。人口で割るの、一人で9000万稼いだっていうのと100人で1億円稼いだって順位は1億の上なんだけど、わかる？100人で割んなきゃいけないでしょこっちは。でも一人で9000万稼いだやつの方が順位上になるじゃん、本当は。本当の意味はだから一人当たり国民総生産でいくと日本は26位なの。もう先進国でも下のものなんじゃんっていうのを、そのぐらい今日本国が弱くなってる。だから本当にちょっと厳しい話してね、ちょっと大変だよ今後。あの年金もなくなっちゃうしね、年金もう本当に今30歳代の人は年金もらえなくなるでしょ。それだけちょっと日本が弱くなっちゃうのがものすごい心配してて、今2021年ですが2060年ぐらいには人口何人ぐらいになるか、はい、1億切る、いや、はい、1000万人だよ、今1億2000だよ、もう10年ごとに1000万人減ってくる。ってことはよ、3分の1いなくなっちゃうんだよ。怖くない？日本の国民の3分の1があと40年後にいなくなっちゃう、3分の2しかいないの。その時にじゃあ国民総生産だとか一人当たりなんていう話にももうなんないよっていうことを最近の気になるニュースで結構見てて、いろんなことを私危惧してて、これを知ってる人が結構いないの。そうそうそう、結構今話したようにですね、結構ニュースで出てるにもかかわらず知らない人が多いので、私の YouTube でも取り上げてみてちょっと広めたいなっていうふうに思ってたんです。もう40年後は私いませんよ、この世界にいないんで、この世にいないの。でも結局今20代の人っていうのはまだ60ぐらいですから働き盛りかもしれないね、その頃ね。40年後って結構あり得る現実の世界でしょ、今20の人ってね。だからこれをもし若い方が30代の方40代の方が見てたら、まだその方たちは生きてるんで、そうなった時の日本を想像して、今いいのかな、それで今年これでいいのかなみたいなことを考えて生活してもらえるといいなっていうふうにすごく思ってます。そのために種まきをして若い世代に継いでいくっていうのが本当にやらなきゃいけないことなんですが、そこで壁があるのは、私は、まあ、政治に入るのかな、労働基準とかね、週40時間しか働いちゃダメなんて言ってたら、そんなの仕事にできないですよ。残業手当アルバイトにも出さなきゃいけないなんて言ってたら会社潰れちゃうよ。じゃあそれを会社を守るために残業手当払わなきゃいけない、払わないでいいよとか、週50時間も働けよって、私はそういうことを言ってるんじゃなくて、50時間働きたい人がいたら働かせてあげて、その代わり給料いっぱいあげて、こっちなの。おかしいのよ、もう40時間以上働いちゃダメって国が言う方が私はおかしいと思う。60時間働きたいんだったら働いて OK よって、その代わり 1.5 倍給料上げれば2倍上げるよっていいじゃん、それで
そうすると競争心ができて、昔の良い日本時代のこれは頑張っちゃおうっていう本気度合いが出て、また日本が活性化するんじゃないかなと思うので、これ見てる方で政治家の方いるかどうか分かりませんけど、そういう道も考えたらどうでしょうか。はい、ということで、軽く締めたいと思います。またよろしくお願いします。